始まった。始まったよー。ごめん、遅くなってごめん。やば。ちょっと待ってね。あ。どうしよう。遅くなってごめん。うわー、疲れた。まあ、いいや。 終わりますた <laughs> はいごめんなさい今今家に帰ったばかりなのであー疲れた今日一日収録しましたちょっと遅くなって収録はだから <laughs>、はあ危なかった 電車間に合わなかったら今日配信できなくなっちゃう、うんテレビをメイクそういやいやテレビでなな泣かないよなんで泣かないよセーフそうセーフうん でも、私は、なんてか、えー、泣くな、な、泣かないよなんであー。<laughs> なんで泣くいえいえ、<laughs> yeah, yeah. 確率はちょっと、普段より高いんですけど、でも100、100%じゃないよ。明日もテレビ用メイクするけど。<laughs> 明日もテレビ用メイク、する 今日泣くの泣かなーい泣かないよー泣こう意味わからない <laughs> ああ疲れた朝めっちゃ早かったうんジャバジャの C D ゲットしたいありがとうございます。 あ、ちょっと待ってね明日はねどうしよう明日はちょっと朝お昼くらいの時に配信するなんか夜帰ったらギリギリかもうんギリギリほんうん、とりあえずとりあえずとりあえず配信なんか微妙 あそこは私の家ちょっと遠いな。ちょっとじゃなくて結構遠いから。危ない。<laughs> 危ない。配信できなくなっちゃう。あの、引っ越して結構遠い場所に引っ越したので、なんかこ、怖い。とりあえず、とりあえず、何時えー、あ、ちょ、ちょっと待って、今、携帯、この携帯配信してるからスケジュール見れないんですけど、でも、 うん、ねえ明日の収録はちょっと <laughs> なぜで遠い場所に遠い場所に住んでいる人たちと同じくらい理由 <laughs> そうだからめちゃめちゃくちゃ遠い場所に住んでますこの説明わかるかな <laughs> 遠い場所住んでいる人と同じくらい理由80%くらい同じ理由 <laughs> そう、うん、遠い場所は台,台湾いやいや毎日飛行機いやいやいや うん海外 <laughs> で台ンが毎いえ毎日なんかここまで <laughs> 仕事のがめっちゃ遠い大変うんそう前より遠くなったうん なんか、どこでもとは欲しいな <laughs>、と思ってる。毎日チャリで来たいやいやいや、私が住んでるところは、チャリで、四股の,の場所、場所行けないんですよ <laughs>。行けないめっちゃ遠いから。そう、でも、うん。でもお部屋が広い。から、 許せる <laughs> うんでも配信の時間はね遠いから電車の時間めっちゃかかるからそうだからうん配信の時間はちょっとうんそう ジレンマジレンマって何だろうあけどこでもどこでもドアあけたら必ずピスケーあけたら必ずピスケト必ずピスケ から朝配信えー、だからこれからまあめっちゃ遅い配信か朝朝配信とか微妙な時間配信する確率が大きく高くなりますちょ,っと、ね、ちょっとねちょっとねそう明日も明日も朝朝 お昼くらいの時間どうしよう何時にしようかな 10, 10時11時くらいの時間配信する明日は明日は本当に夜帰ったら微妙な時間うんまあねそうちょっとみんなは多分仕事中と思うんですけどうんまあも まあ仕事中だったらちゃんと仕事を頑張ってください。だけど。ま,ま,まちゃにペースでねって、えー。ありがとうございます。そう、忙しいはいいこと。そうですね、病気もよ,よくなりました。濃度だけ痛い。濃度が痛い。濃度は食べ物を食べるとき痛い。<laughs> 今はちょっとは。 水だけねそうでもね仕事をうん頂い,いて嬉しいうんそうそう前この間おこの間もマネージャーさんにいたなんか配信でも行ったんですけど ね、なんか前は結構忙しかったのでそうですね休憩連休なかなかなくてであの先週先週連休があって風邪ひいちゃった多分多分なんか仕事がなかったらあのあの風邪をひく余裕があって。 ので風邪ひいちゃってだからマネージャーさんに仕事くださいって言いました <laughs> でじゃあ装置とか資料の片付けの仕事あげるって <laughs> やだ <laughs> うやだ <laughs> 連休秒そう連休秒ですし、うん、でもねこれからはまあいろいろやりたいことがありますので連休しても うん、やるから、多分、連休病はなくないわ。目標は連休病。連休がなかったら、病気になれ、ならないから。ふ <laughs> ふ。なんか本当に、自分はそんなに、なんでかな。仕事、 大好きの人間になれるとは思わなかったんです。<laughs> もし今私の仕事は、あの、あの、芸能活動じゃなかったら、他の仕事だったら、多分、えぇ、ー、明日また仕事ーと思う。<laughs> そう、なんか仕事欲しいやりたいと思わん、他の、他の仕事だったら思わないかな。 思わない思わないそう休み病気とない仕事病かな <laughs> 仕事があったら病気になっちゃうで <laughs> もそうしたそう本当に自分は自分が好きなことをやってるって <laughs> 自分好きなことをやってるのは本当に良かったなと思ってますうん <laughs> 仕事なかったら病 <laughs> うん そう本当になんかねまあこの間私のお姉ちゃんが来たんですけどお姉ちゃんも社会人なんですけどでもお姉ちゃんの周りの人はなんかめっちゃ学校でめっちゃ頑張って勉強したのに今バイトだけしててそうめっちゃね仕事できるのに。 とかなんか目,目標とか将来やりたい仕事がまだ見つかれなくてだから自分私は自分がやりたいことをちゃんとしてることを本当にありがたいちょっと変ですけどなんだっけよかったなと思ってますなんか自分これやりたいこれやりたいと目標があるのは、うん 良かっったなと思ってます、うん、多分私のね前の同級生たちなんでいいかな同じ同じくらい年齢のね友達もわからないなんか将来のことはねわからないの子もたくさんいると思うので自分は本当にね <laughs> なんか本当にもし私はね芸能界に入るの目標がなかったら今何してるのか <laughs> うんそうまあ一応前は料理の勉強をしてたんですけどうんならんなんです うん学んだんですけど将来はきうんわからないなんか料理の仕事めっちゃ大変めっちゃくちゃ大変そうだからエビヘビ履いてよかったなといつも思ってます <laughs> うん 年齢から言うと高校生うーん前はうんまあうんうんうん年齢うん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 。 うーん、好きな仕事にできるのはもう羨ましいです。<laughs> えへへ。え、でも本当に好きな仕事をやってるから楽しい。楽しんでやってるから大変なところもちろんあるんですけど、泣かないでね、泣くつもりがないんですよ。泣かないよ。そう、大変なところもちろんあるんですけど、でも、うん。 やりたいです日本語大変でしょう <laughs> 日本語まあ言葉の問題も大変だしあの違う国に住んで住んでてまあ大変なこともありますね。 そう頼れる人が <laughs> いないからこれは一番大変と思ってますうん寂しくな寂しくなっちゃうええー、でも今は友達ができたから <laughs> できたよ友達いないしできたよええー、とメンバーたちたち 1>, そう1年目一年目は寂しかったんですけど今はとも、うん、友達仲間もいるし <laughs> ラブラブの人もできましたああさっき LINE してくれてなんかアルバムを作りましたああ今配信中かな うん、子供が、もう子供できた。いやいやいや。子供、今日、もう子供たち会いました。ちょー、ちょー、ちょー、あの、昨日はね、昨日は同じ、同じ撮影があったんですけど、私は、お、昼で、今日は夜。だから会えなかったんです。なんか、前の日ね、前の日私な、何やった なんかめちゃ疲れあーあるある撮影疲れたけどそうあの撮影はねえっと蝶がいなかったのでそうなんかでも蝶はメッセージしてくれて「なんか頑張ってね」って「なんか私も撮影終わりましたよ」って言ってでなんか疲れたって正然優しいでもあの撮影の時は蝶がないなくて。 なんか、寂しかったんです。だから、ハグしたいんです。で、送って。<laughs> 明日会えるかなって。結局、スケジュールが違、違かったので。うん。バカブル <laughs>。今日、今日は今日のツイート、朝はね。うん。今日のツイートで、コメントし、に、コメントしたんですけど、うん。あの、 ね、あの <laughs>、で、朝からバカブルと言われました <laughs>。朝からラブラブとか、まさに、なんか私、私、キュン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 書いたんですけど、まさに落ち着いてと言われて <laughs>。そう。ほんとに。朝から、朝からラブラブ <laughs> でもね、でもね、でもね、この間はね、私は、パパの、あのー、あのー、パパの、えっ、ー、と、20年前の特級生の <laughs> 家に行ったんじゃないですか。そう、あの、娘は私と同じくらいの年齢だでも、あ、まあ、でも、同じく台湾の人ですけど、純、台湾人ですけど、でも、 でも一応同じ日本に住んでるのでそう友達ができました同い年じゃないですけど私より日歳下だけど同じくらいそうまあうーんね一応なんかあんなんかなんて言うかなうん頼れるうー人がいる でうん安心安心にな安,安心感かなうんそう日本の先輩そう29年前からそうすごいでしょだからうんまあ安心できそうですね一応でパパと仲いいからめっちゃ世話になって まずこれからねそううんそう日本の大先輩本当にすごいうんでもまだ学生大学生あの子はそうでも日本メンバー以外の日本人の 友達いない <laughs> まあでもメンバーも友達なのでそうメンバー以外の友達はさっき言ったあの,あの家族はねあのパパの同級生 <laughs> とあの衣装さんあのある同じく台湾出身の衣装さんがいます一緒に遊んんだことないんですけど ほんとに仲良くてこれから <laughs> あああうんあずはメ,メンバーは子供 <laughs> メンバーは全部子供じゃないですけど衣装さんは何歳なのえっ、うん、秘密だけど私と、うん、そんなに変わらない私よりちょっと 上ちょっと上ですけどあんまり変わらないそう秘密 <laughs> でもほんとにほんとにめちゃくちゃ優しかったちょっと上 あのね、昨日の撮影はね、撮影はね、あの、私の日本語のニュアンスのお話もいたんじゃないですか。で、ヘアメクさんは、あの、もし、マチャリンは、なんだっけ、日本人みたいな、なんていうかな。なんか、明日、明日の、なんか、明日の仕事現場、いるのかなって。なんか、もし、マチャリンは、なんだっけ、 明日、いるっしょって言ったら、めっちゃか、めっちゃ悲しい。だから、言わないでね、なんか日本人、いるっしょと言ったら、なんかめっちゃ悲しいよ、と。で、今日、会いました。今日は、日は会いました。やっぱり今日、いるっしょって言って、うわーこのようにならないで、ならないでならないでもう悲しいと、言われました。 そう、日本人みたいな言い方して悲しいって、そう。でも、でも昨日行って、今日も会っている。ほら、今日もいるっしょって。<laughs> あの、あの、ヘアメイクさんめっちゃ、あー、やだーこのマジャリンこれはマジャリンじゃないって。<laughs> 染まりすぎ染まりすぎあ、でも、でもね、 私は配信で、えー、いつも言ってるんじゃん。言ってるんじゃん。あ、じゃあ、明日あ、あ、会えるかな。今度会ったら、え、今日もいるんじゃん。い、行ってみる。<laughs> え、今日もいるんじゃん。<laughs> え、でも私、結構あ、あの、仕事現場はね、あんまり、例えば、いるっしょとか、いるんじゃんとか、言わない。 普通の日本語、普通の日本語というか、そう、あれ、でも配信でよく言うんじゃないですか。でも、仕事の現場は言わないから、多分、あの衣装さん、びっくりぽんした。<laughs> アヘアメクさんはね、いるっしょ。いるんじゃん。イメージないだよね。<laughs> チャラいでも、私は逆に仕事の現場、現場、 言える相手がないからうんそうだからうん5 0 5十度あうそうそれ終わりますうんそうそうレ時ジ <laughs> レイジなんか歌いたい。<laughs> じゃあまあじゃあ歌詞。ね、そろそろ終わりますよ。うわ、明日は朝、お昼配信するけど、また後でか、うん、明日が設定するので、見てくださいね。じゃあ今からランキングを読み上げます。13位はコンタ、ありがとうございます。12位は、えっ、ー、と、カタさん、ありがとうございます。 11位は、小寺にこうたさん、ありがとうございます。10位は、ひロきちさん、ありがとうございます。9位は、たけおさん、ありがとうございます。8位は、しぎさんですか、ありがとうございます。7位は、れいさん、ありがとうございます。えっと、6位は、りにやさん、ありがとうございます。じゃあ、今何分 <laughs> ちょっと早めにね。 5位は、ちょっと待ってね。5位は、ヨッチさん、マまあ、ちゃに髪押し、ビンゴ収録お疲れ様。お姉さんお休み、もう帰った。<laughs> お姉ちゃん帰ったよ。<laughs> でも伝える、伝えますね。じゃあ続きます。4位は、キわマロさん。お疲れ様。毎日忙しけどこれからも、お仕事楽しんで、頑張って応援してるぜ。サラヒヨありがとうございます。サラヒヨ じゃあ,あ、続きます。3位は、ピープロさん。ありがとうございます。超風バージョン。はい、次、次っしょ。次っしょ。<laughs> そんなに、はい。じゃあ、ありがとうございます。超風。ええー、本当に、無事では、直せないでください。早く直,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 直してくださいね。じゃあ、続きます。2位は、ジョイ。明日は、ピンゴ収録に参加した一周年 ええー、ああそうなんだ。うん、え村本さん、意外と優しいって気づいたの日、<laughs> 明日一緒明日の今日、えー、今日、明日の今日いや、明日の今日って何だろう去年明日の今日、去年のあ明日めえー、去年。 去年の明日はめっちゃ、めっちゃくちゃ緊張した。今はもう、慣れたけど <laughs>、えー。ええ、嬉しい、ありがとうございます。本当に、なんか、まあね、もう3、4月だから。うん、確かに、一瞬でかな。ありがとうございます。じゃあ、続きます。1位はマシンさん。お嬢ちゃん。 からお願いされたことあるから月曜日のツイッターハッシュタグツイッターアップするからえー、はいあえー、明日お昼配信見れないけどしっかり休んで披露割ってねありがとうございますえーわかりましたありがとうございます待ってますありがとうございますじゃあ皆さん 見てくれてありがとうございました。明日は、えっと、朝、昼くらい配信するので、ぜひ見てください。じゃあ、マッシャリのモバ番名とツイッターと、ショルームぜひ見てく、え、登録してくださいね。じゃあ皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。バイ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 